パントマイムやってる。これはあ、ロープウェイってここで出てんだ。ランドマークタワー、ランドマークタワーだぜ、はい、でね、日本丸近づいてみよう。クリスマスはね、これ全部イルミネーションで、もう終わっちゃったのかな。あったら面白いし、やっぱりね、こう神戸とかにないでしょ、日本丸って。横浜にしかないんだ。永久停泊してるからね。昔ね、ドローンが禁止されるまでね、ここで飛ばしたことがあるな。でね、ランドマークタワーの横も飛ばしたことあるぞ。そう、これホテル日光、こっちから入るとね、ドックヤードガーデンから行ってみよう。ドックヤードガーデンです。ほら、ランドマークタワーの真下、これ昔のね、あの船を作ってるのね。で、こっちがね、クイーンズモール、クイーンズスクエアね。横浜はクイーンズモールの、クイーンズスクエアか、大阪じゃないからね、クリスマスリアはなくなってました、うん、もう12月29だからね、こんな感じですね、はい、国際会議場の港見に行ってこかな。来ました、ほら、それが大展示場ね。これが、そう、サミットが行われたね、会場です。さあ、ランドマークタワーに戻ろう。横浜美術館前のイルミネーション、ね、これはマークイズっていうね、あの新しいデパートで、こっちがね、丹下健三さんの設計の横浜美術館、左右対称でね、素晴らしい設計ですよ。東急系だよね、確かね。中入るとね、結構いろいろあるけど、今日は行かない。横浜美術館、これね、左右対称。ここね、ちょうど俺ね、一級建築士の受験で見に来たな。美術館が課題で、参考にさせてもらいましたね。港未来の、横浜駅とね、桜木町を結ぶ通路、これイルミネーションって、で、あとね、水がね、こう湧き水のような感じでね、やっててね、結構冬で乾燥してるんだけど、喉に優しいですね。この先日産です。はい、日産。おお、箱須賀。あ、真っ暗じゃねえか、真っ暗だ。やめちゃったね、やめちゃえ日産になってたね。真っ暗だよ、残念。日産のショールーム、日産って書いてあるけど、やめちゃってるよ、残念だ、見えない、真っ暗。こんなに暗くなるもんだね。街灯で見えるがいい。あ、古いね、古い車が見えるよ。へえ、ね、Z が並んでる、歴代のシルビアとか S13 シルビアとかね。増えてる、あ、どうぞ。増えてる、フルーツオーレ。でもね、これだよ、これが一番美味しい。買おう、買ったぜ、これが一番うまいね。あの横浜のセブンイレブン、セブンです。地方に間に合わず、これ地方でまたすごいんだよね、やっぱ成功だよね。で、サッカー選手と野球選手、やっぱ横浜